はい、遠野絵です。それでは今日は RA ゴールの地球の未来を開く言葉という u o リーディングが昨日開示されましたので、そのご紹介ですで。RA ゴールさんに関しては、今年のお正月1月1日に一度メッセージが降りてきたんですけれども、まあ、その時は、 あの、ベランダでですね、えー、音声のみの収録で、この UFO を映像で捉えながらの収録で、まあ、寒い中でのことでしたので、まあ、ちゃんと今回は収録をしようということでの、まあ、リーディングになりました。で、今、宇宙存在からのメッセージ、非常に重要になっておりまして、えー、去年の末に撮られたヤイドロンの本心もですね、 おっしゃってる内容がもうピタッと当たってるわけなんですね。例えばその中で、えー、中国に対するこれからの対策としては、悪は露見するとおのずから崩壊するという法則を使えということでですね。まあどういうことをやってるかということを国名に報道することによって、これが一番の打ち返しになるという話があって、その通りリバティで実践をしたところですね。 4日目に私もこれを取り上げさせていただきましたが、この内容についてもうすぐに、習近平守護霊の方から、例的にこの抗議が入ってきたと。ちょうど収録した今朝入ってきたとおっしゃってましたが、リバティ編集長とディベートをさせろということで、なんか本一冊分ぐらい反論したいということで、やってきたそうですが、まあ、このように非常にこう聞いているわけであります。 ですから、宇宙存在の言葉をですね、えー、しっかりと受け取って、その通り行動していくことが極めて効果的であるということの証拠になるというふうに思います。で、えーまあ、そもそも R.A. ゴルさんは去年の2月に今回のコロナ禍について第一歩を下ろされた方ですので、非常に重要なあ宇宙存在であります。で、 えまず、収録の前に大川総裁がおっしゃったのは、まあ、トランプさん今回交代をされて大変残念だったけれども、まあ、素晴らしい置き上げを残していかれたということでですね、去年の12月に UFO に関するこの国家の情報機関が持っている情報を、この議会の方に180日以内に提出せよというまあ指示を出して、えー、去られたんですね、政権を。 これが大変ありがたいことで、おそらくバイデン政権になっても、えー、半年以内にこういった情報がもっと出てくるであろうというふうにおっしゃってて、でこれがまあちょうど今年宇宙の方の2を公開する予定ですので、まあ、これの追い風にもなって大変ありがたいという話をされてました。まあ、日本は UFO 後進国ですので、UFO 情報に関して何か言うと、もうすぐカルトだというふうなことを言う人がいらっしゃるんですけど、 アメリカの国家が UFO 情報をどんどん出してきたら、おそらくそのような無知によるこういう決めつけはですね、まあ、なりを沈めていくであろうということだという、話であります。で、まあ、そのトランプさんつながりで言えば、バイデン政権について今回もコメントが出まして、バイデン政権はですね、まあ、基本的にことなかれ主義のトップであるということで、 残念ながらですね、この危機の時代に、このリーダーで戦わなければならないかと。アメリカも本当に人材なんでですね、えーまあ、大変かわいそうな状況になるだろうという話が出ておりました。アメリカはこれから体調をしていく、引いていく、こういう姿を見なければならないだろうという話が出てまいります。 おそ、えー、らく結構いろんなことで、えー、動きが出てくるだろうということですね。で、さらにアメリカの問題はですね、二重の危機とおっしゃってましたけど、今のバイデン首相も、まああまり能力があると言えないんですけど、その次に控えている副大統領ですね、黒人の。この方は和をかけて、まあ、能力がないという話が出てまして、今回、日本の政治家で言えば、 こういう、この人と大体同じだという話が今回非常にわかりやすく出てきますので、まあこれはまあ一つ聞き物だと思ってください。なるほどということで、まあどういうぐらいの人であるかということがはっきりとわかります。で、次にまあ、本題としておっしゃったこのコロナ禍の今後ですね。で、日本は緊急事態宣言の延長をですね、昨日決めて、 えー、3月7日までやるし、今、あ菅首相はコロナ緊急事態宣言とワクチンにもかけておられる感じですけども、まあ、残念ながらあ、そこで終わらないという意味の予測が出てまいります。日本はこれまであまりコロナの被害出ていない国だったんですけど、そこでどうやら進まないというような話が出てまいります。 えー、まあ、はすの池の例え等も出てですね。ハスの池というのは、ある程度を超えたら、どんどんこう、バイバイゲームで増えていく、というふうな例えも出ておりました。要注意ですね。ただ、その背景にあるものとしてですね。まあ、コロナ禍というのは、これ、中国のウイルス攻撃から始まったことなんですが、宇宙存在も、これ、えー、しばらくこれ、強制介入をせずに、なぜ、それをしばらく、 見ておられるかという、この理由が今回、えー、明かされます。で、コロナが本当に収束するためにはですね、まあ実は人類が反省をしないと、これは本当に終わらないという話ですよね。で、これは我々の反省にも関わるんですけど、まあ3つぐらいの反省が入らないとですね、えー、これはあ、コロナは収束しないという話が出てまいります。まあ特に、 あの、医学信仰の問題というのも今回随分取り上げられていました。もう今、医学が宗教に、神様に変わるような、この学問のトップの一位置になってるわけですが、これがまあ全くの無力な姿を晒す中でですね、まあ医学信仰みたいなものがこれ崩れ去っていくというふうな話が出ておりました。で、えー、その次、今度中国の動きですけれども、 先ほど言ったようにバイデン政権が事なかれ主義で日本の政権の方はもうコロナ対策と東京オリンピックのことしか考えてない政権の中でですね今年の前半に危機が訪れるという近未来予測が出ましたでこれは今朝のリバティウェーブにも出ておりましたから多少お話ししますと危ないと今回されたのはまず台湾ですで台湾はですね え、コロナ禍をもう奇跡的に食い止めた国としてですね、驚かれてるんですけど、この中国からの渡航者をすぐ水際で止めたので、今、感染者が900名。ちょっともう信じられないぐらいの低いレベルなんですね。900名で死者も8名しか出てないと。全世界1億人亡くな、感染して220万人亡くなっている中で900名の8名ですよね。 ただ、ここについては中国は必ず攻撃をしてくるという可能性が示唆されました。で、その方法はまあドローンによる攻撃になれば簡単にできるという話が出てまいりましたので、ここが重要な一つのポイントになります。で、その中で台湾の対中国強行の今相当がなさってますけど、政治的な危機が訪れる可能性があるという,う話が出てまいります。 台湾に関する危機が一つ。もう一つは日本の尖閣ですね。で、尖閣に関しては、2月の1日に中国が海警法というものを、海の警備の法と書きますけど、海警法というのを成立させて、他国の公船、公の船に攻撃をすると。要するに、まあ、自らの試験が犯されたと思ったら、 攻撃をしても構わないという法律を通したわけなんですね。中国はまあ尖閣は自分のものだとずっとこう共弁していますから、まあそういうふうな状況になったと。対する日本の海上保安庁はそれが先に攻撃できないということで、ここでですね、何か危険なことが起きる可能性が高いと。今年の前半というふうにおっしゃってました。 で、なぜそれをするかというと、バイデン政権に対する一種の威力偵察ですね、これは。私の言葉ですけど。まあ、つまり、何かあ、やってみて、えー、どう打ち返してくるかということで、相手の能力、反応の力を見ようとしてくるだろう、ということで、まあ、今年の前半にですね、アジアで2つの危機が起きる可能性があるということ。これはまあ重要なポイントとして、えー、示されました。 それから、ま、それに対抗して日本がですね、果たして、何らかの政治的な力、あるいはアジアの国をまとめれるかという可能性ですね。バイデン政権がほとんど無力になってくるので、日本でやれるかという可能性ですが、まあ、これに対する、ま、見解が出てまいります。え、まあ、残念ながらそれほどポジティブなものではありませんでした。 で、ということで、じゃあ、あと残ってる可能性は何かというと、これもう、ウィズセイビアの思想を広げようという、まあ、ヤイドロンさんのおっしゃってた内容ですね。で同じことを、アウレーゴールさんも違った言葉でおっしゃってました。で、これを広げる必要があるんだけれども、まあ、残念ながらですね、まあ、我々、弟子力も不足をしているというご指摘があって、まだこのウィズセイビアというものをですね、あるいは秘密の方をこう広げていくときに、 この世間の常識を打ち破れるだけの見識がまだ弟子の側に足りていないという、まあ、ご指摘をいただきましてですね。まあ、ここを我々がなんとか頑張らないといけないということと、まだこの弟子の世界にはですね、10倍とか100倍ぐらいの大きなビジョン、これから大きくなっていくというビジョンを描いて、それをやってのけるような力が不足していると。 まあ現状維持にまだ甘んずる心があるというふうな厳しい指摘もいただきました。で、まあその中でですね、一体どれぐらい今回の被害が広がるかというちょっと驚くような、あまあ大きな予想も出てですね。まあですから、この With s ビ v の光が広がらなければどうなるかという話が出たということと、 一方では可能性としてしかしこれをですね上昇志向的に逆転させれば地球自体がちょっと新しい次元に入れるという未来への可能性も少しかい、えー、見ることができますこれをまあ楽しみになさっていてくださいでその中でですね、まあ、今回のハクビーと言っていいんですが R.A. ゴールさんという方の魂の秘密が一つ明かされますこれは私も驚きました えー、どのようなお方であるかということが今回、えー、出てきたんですね。で、えーまあ、そこからすればあ、確かにこの RA ゴールさんからのこのメッセージは本当に地球にとって重要だなと、まあ、改めて思うような話が出てくると思ってくださいで。その中でですね、最後の方で極めて重要なことをおっしゃって、 ただなぜ、この、教えが広がってないのかというと、あるいはこの宇宙からのメッセージが広がってないかというと、まだ信仰心が足りないんだよということでありました。つまり、本当には宇宙からのメッセージを信じていないと。受け入れていないと。まだこの高頭無けな話だと思ってですね、これを弾いている部分があるので広がっていないと。まあ、これはだから信仰者に対する言葉ですよね。 だから、ここを変えないといけなくてですね。だから、これについて、その宇宙からのメッセージを受け取って、世の常識を打ち破って、これを広げていくだけの力が足りていないということと、うん、もう一つは、もし足りていないなら、足りないなりに、もうちょっと素直な心になって、白紙の心で受け入れてくださいよ、というお言葉が出ました。 もうちょっと受け入れてくださいとで。受け入れなくて弾いてるから広がってないということがですね、まあ今回言われたわけです。で、受け入れていけばまた次の教えが出てくるんですということでですね。これはあの最後の大川総裁の解説でもですね、これ宇宙の大造強と言っていいぐらいに、まだまだ宇宙からのメッセージの中に新しい内容はいっぱい 出てくる可能性があると。で、これを我々がこの引き出すために、この信仰がもっと必要でですね、受け入れないという波動は、やっぱり、あの、宇宙の方にも伝わっていてですね、だったらこれ以上出せないという話に今なっているということだろうと思います。ですから、これもっと受け入れた段階で未来を開いていく力になるという可能性をですね、最後に示されて、 まあ今回の収録を閉じたわけであります。まあということでですね、宇宙からのメッセージによって、例えば、悪は露見することで自ずと崩壊するということが、実際に実践してみたら思った以上の効果を今も上げつつあるという話とか、トランプさんは素晴らしい置き土産を残していかれたという話とかですね。ですから宇宙の情報がこれからどんどん出てくるということは、 非常に地球にとって望ましいということ。それから、コロナに関しての今後の被害の予測。そして中国の今年前半における、まあき、危険な動き。そしてまあ、日本の政治がなかなか動かない中で、もう、あと頼りになるのは With s ビア i の、この伝道していく力そのものであるという話。 まあこういったものが出て、まあ最後に R.A. ゴールさんの驚きの魂の真実が出たと。まあそういう内容でありましたので、えー、90分ですね、たっぷりある非常に重要なお話が出てまいりますので、ぜひ直接お聞きになることを心よりお勧めして、本日の速報とさせていただきます。ありがとうございました。